皆さんこんにちは、プチオタ独身男のマッツンです。アイさんです。あいつは絶対に独身だなって思った経験はありませんか？ありますよね。私は腹黒人間なのであります。というわけで今回の動画のお題はこちらです。こいつは絶対に独身男だな、俺の同志だなって思う人の特徴を30代独身男と40代独身男の目線から語っていきたいと思います。冒頭の話に戻りますけど、忖度なしに言うとこいつは絶対に独身だなって思う瞬間ってありますよね。別に同じ独身同士だからシンパシーを感じるわけではありません。いや、たまに感じることもあるかもしれません。まあそれは置いといて、やっぱり独身には独身なりの特徴があると思うんですよね。逆に独身っぽく見える特徴をなくしていけば結婚に近づくことができるかもしれませんね。婚活している人にとっては自分を客観的に振り返ることのできる機会だと思うので、ぜひ最後まで楽しんでご視聴していただけると嬉しいです。婚活をしていない人でもそれわかるって共感してもらえると嬉しいです。というわけで早速、まずはマッツンが独身男の特徴だと思うことを紹介していきます。こいつは絶対に独身の同志だなって思う男の特徴、一つ目は服が汚い人です。服が汚いっていうのは服がダサいっていう意味ではありません。洗濯しているはずの服がしわくちゃ、生乾き臭い、ヨレヨレ、いつも同じ服を着ているなどを意味しています。独身男の場合、家事がおろそかになってしまいがちだと思うんですよ。特に洗濯物に関してはとりあえず洗っとけばいいかって考えてる人も多いのでは。結婚していたら嫁さんが服を洗濯してくれますし、しわくちゃだったらアイロンをかけてくれます。そして服に興味が全くなくても嫁さんが新しい服を買ってきてくれますからね。なので既婚者の方より独身の方の方が服が汚い人の方が多いのかなって思っています。逆に独身男の方で服が大好きだっていう人もいるので、必ずそうとは言えないんですけどね。皆さんの周りの独身男を見渡してみたら、どんな服を着ている人が多いですか？続いてこいつは絶対に独身だなって思う男性の特徴、二つ目はいつも一人でいる人です。偏見上等で言いますけど、コミュニケーションが苦手な人って独身の確率が高いと思うんですよね。会社の中でいつも一人でいる一匹狼さんや、たまに喋っても小声すぎて聞き取れないなんて人も周りにいませんか？そういう人って独身男の確率が高くないですか？そりゃ普通に考えたら結婚するには女性とのコミュニケーションが大事になってくるので当たり前の話なんですけどね。でも中にはすんげーおとなしそうな人が既婚者ってケースもあるから不思議ですよね。そういう人はどうやって女性と知り合い、どうやって結婚に至ったのか気になります。心を許せる女性と出会えたってことですかね。羨ましいです。何はともあれ、たとえ一人が好きだとしても、仕事をする上でもプライベートを充実させる上でも人とコミュニケーションを取ることは大切です。私も一人でいることが大好きです。でも人と一緒に何かをすることの大切さも知っているので、しっかりコミュニケーションを取るように意識しています。よし、最後の決まり文句が決まりましたね。続いてこいつは独身だなって思う男の特徴、3つ目はオタクの人です。いわゆる趣味に没頭している人です。アイドルオタク、鉄道オタク、ゲームオタクなど、世の中にはたくさんのオタクの人がいます。ちなみに私もアニメオタクの一人です。その中でも給料の大半を趣味に使っているような度過ぎたオタクの人は独身男の確率が高いのかなって思っています。趣味の時間が大事イコール他のことに時間を割けないってことになりますからね。必然的に独身である確率が高くなりますよね。実際に私の周りでも趣味に没頭している人は独身の人が多いっていう感じがします。私とかね、私も最近は YouTube に没頭しているわけなんですけれども、没頭している場合じゃないかもしれないですね。続いてこいつは独身だなって思う男性の特徴、4つ目は挙動不審の人です。
挙動不審っていうかすぐにテンパってしまうような人は独身男の確率が高いのかなって思います。女性の心理的には頼れる男性に惹かれるっていう傾向があるらしいですからね。挙動不審だと少し頼りなさそうに見えてしまいますよね。というか初デートの時に挙動不審だったらちょっと怖い印象を与えてしまうかもしれません。まあ中には母性本能が働きこの人は私が守ってあげたいって思う女性もいるらしいんですけどね。直したくてもなかなか直せないことだとは思うんですけど日頃から落ち着いて行動することを心がけた方が良さそうですよね。続いてこいつは絶対に独身だなって思う男性の特徴5つ目はいつも最新グッズを持っている人です。会社の中にいませんか？ iPhone が毎年発売するたびに機種変更している人、プレステが発売したらすぐに買ってる人、そういう人は決まって独身男なんですよね。独身男あるあるですが自分に使えるお金があるから自分の欲しいものをついつい買っちゃうんですよね。でもこれに関してはそれで自分が満足できるならいいと思います。むしろ流行に敏感になることはいいことですからね。とはいえお金を計画的に使うことに越したことはないと思います。あとやっぱり独身男に見られがちっていうところは覚悟しておいた方が良さそうですよね。というわけで私が思う独身男の特徴は以上です。パイセンはどう思いましたか？そうですね、見た目と判断するのは、まあ、人によるので難しいところはあるとは思うんですけど、やっぱりお金をかけるところ、あとは時間をかけるところ、ここはやっぱり既婚者だとすごい難しいところがあるので、そういうところを見るとやっぱり独身者かなっていうふうには思いますね。そこは同感です。ありがとうございます。それではですね、パイセンの方よろしくお願いします。それでは独身の同士だなと思う瞬間、一つ目は携帯電話を常に最新にしてる人です。これはマッツンとちょっと被ってしまったんですが、特に iPhone の買い替えですね。 iPhone は毎年発売されてますが、ほぼ毎年買い替えてる人がいました。独身かつ実家暮らしじゃないとそんなに頻繁に変えられないでしょうと思います。基本的には新しいものが好きか携帯好きだとは思うんですが、携帯の値段は最近10万円を軽く超えます。その金額の携帯を毎年買い替える人はよっぽどのお金持ちか独身の人だと思っています。次に独身の同士だなと思う瞬間、2つ目は頻繁にコンビニで弁当を買う人です。私自身もそうなんですが、自炊をほとんどしないので、食事はスーパーで弁当やお惣菜を買うかコンビニで弁当を買います。やっぱり独身だと仕事から帰った後は自分の趣味に走りますよね。 YouTube を見たりアニメを見たりゲームをやったりまったりテレビを見るなど、自炊する時間があれば趣味の時間に当てると思います。まあ趣味が料理の場合は別なんですけどね。そういうことでよくコンビニで弁当を買う人は独身の同士だなと思います。他はマッツンと被っていたので2つのみになりますが、以上が独身の同士だなと思う瞬間になります。パイセンありがとうございました。まあ1つ目の毎年新しい iPhone に買い替えてるっていうのは、もしかしたらね同じ人を頭の中で思い描いてるのかもしれないですね。2つ目のコンビニ弁当を買う人、これはね確かにそうですね。他の動画で独身男あるあるとかいろいろ配信していますけど、まあ、確かにコンビニ弁当を買う人の割合って圧倒的に独身の方が多いと思います。かといってコンビニ弁当とかはなかなかやめれないですよね。はい、パイセンも独身男だって感じていることがあるくらいなので、独身男だなって思う人の特徴は絶対にありますよね。私も同志なので周りの人からそういう風に見られてるのかもしれないって思うとちょっと怖いですよね。気をつけよう。皆さんが思うこいつは絶対に独身だろって思う男の特徴は何でしょうか？ぜひコメント欄で教えていただけたら私や他の皆さんの役にも立つと思いますので、よろしくお願いします。とはいえ別に独身に見られたからといって自分は満足している、譲れない部分があるんならそのまんまでいいと思います。でも
結婚したいと考えている人は周りの人からどういうふうに思われているのか、自分のことを一度振り返ってみてはいかがでしょうか。このチャンネルでは独身には独身なりの楽しみ方があるということを伝えるため、毎週水曜日と土曜日に新しい動画を配信しています。もし少しでも面白いと思っていただけたり、役に立つ情報があったなと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。